今、はい、ガラパの事務所に来たんですけど、来たんですけど、なんで俺が言ったこと繰り返すの、おかしい。中で聞こえてる、壊す貯金箱のメンバー会議してるらしいんですよ。コアチョコとは何ですか、林さん。あれ、ビーボーイみたいな。コアチョコっていうのは、壊せ貯金箱の略。いや、それ言ったよ、俺が今。壊せ貯金箱って言ったから。どういうユニットですか、どういうユニットですか。というのは、うん、若手のユニットです。そう、ガラパの俺ら以外の若手のメンバーね。しかも、フレッシュなメンバーですよ。ちょっと、先行発売期間中なんですけど、ちょっとなかなか苦戦してるということで、ちょっと ね、会議してるんで、ちょっと覗いてみようかなと思います。大丈夫。いや、行くしかないでしょ。やっぱ早木、やっぱ可愛がってる子やからな、うん、お前助けてやるのか。どれだけ撤収にかけたか。撤収にかけた。撤収にかけた。じゃあ、どうも。じゃあ、どうぞ。あれ、あ、真面目にやってる。これ入れる空気ですよ、どうもあ、お疲れ様です。ちょっと待って、ちょっと深刻な空気やけど大丈夫、結構重かったけど大丈夫ですか、盛り上がってるかなと思ってきたよ。いや、それが頭抱えてる、それがちょっと僕が撮りに今、壊せ貯金箱の、まあ、六畳一間の唇っていう作品、先行期間中なんですよ、今。そうだよね、はい、今先行期間中で、終わりが、もう3月いっぱいなんですよ、31日まで、ね、もうあと本当3日ぐらいしかないんですけど、今、売れてる枚数が5枚しか売れてない。マジか、先行で。先行で5枚しか売れてないみたいな。どうやら横山のお友達が2枚買ってるらしいから。はい、私のお客様が2枚買ってる。いや、でもね、やばいっす、正直。マジでやばい。面白いの？それやっぱ不安に思ってきてると思うよ。あ、まあ、確かにね。だってガラパの看板俳優シーキ出ない。はいはい、はい。看板中横山出ない。はいはいはい、ね、面白担当みずほ出ない。面白担当。ガラパのビューティーハーリー出ない。あ、ガラパのなんかビーボーイハイパー出ない。ビーボーイ。その公演がそのガラパのお客さんにとって面白いのかっていうのがね。あ、そこは問題ない。あのカメラとかで言ってもらって。そこは問題ない。それはもちろんコメディだし、川口作品だし、川口作品だし、でもしかしたら俺らやるも面白いかもしれないですもんね。当たり前ですよ、その気概でやってるんで。ガラパ食うレベルでやってるんで、こっちは。じゃあチケット31日までに31日100枚いかなかったら、はい、公演中止。中止や。あと95枚、俺らが公演する、俺らが60の1枚。それやばい、それもうお客さん意図的に買わんくなるんですよ。意図的に買わんくなるんですよ。やばいやばい、それ。いや、ちょっと待って、ちょっとカメラ来て、ちょっと俺ら見られたくないから。見られたくない。いや、正直壊せ貯金箱マジで面白いんで、なんとか先行発売でチケット皆さん買ってください。この通りで本当に鉛筆つくんだよ。マジで頑張ってるんだこいつら。本当頑張ってるんだよ。いや、マジで頭下げますんで。やばいやばい、お待ちしております。もう全然 B のつけらもないです。会議頑張ってください。失礼します。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。買ってください。